それではあやさん、エヴァチャンネル始まりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は、あやさんも大好きな、ビフォー&アフターです。待ってました今日も可愛い子満載でございます、まず、猫のダリルくん、オス。ダリルくん、いやーなんかすごい、もう可愛い目のなんか感じとか、なんか、ミュージカルキャッツとかにも出てきそうな雰囲気だし、あとすごい本当にアニメにこうすごいなりやすいキャラクター、強めのキャラクターね。なんかお口がものすごく特徴的な、物言いたげな、目もなんか本当にすごい綺麗、ですよね、ダリルくんの、プロフィールということで、去年7歳で外猫を卒業しました、お外時代は耳まで真っ黒で、白い毛は全部どす黒く汚れておりました、まさに真っ黒クロスケ、見た目は大きくてワイルドなのに、弱腰そうなんだ、見た目と違って非常に優しい性格みたいで、他の猫さんと仲良くできず、いつも良い場所は譲ってしまって、そうだったの。悪天候の日も雨に当たるような場所でずっと過ごしていて、どこの猫ちゃんよりも汚れがすごかったそうですそうなんだ。で、譲渡会でこの子を見た時もどこか光のないような目をしておりました。それで、この飼い主さんはこの子をぜひ引き取りたい、迎えたいっていうふうに思って、ダリルさん、ダリル君の里親さんになっていただきました、猫ってわかるんですよね、今度は俺の番やのかと分かっているようで、うちに来てから目がどんどん変わっていき、毎日生き生きと希望に満ちた目になっていきました、はい、じゃあ希望に満ちた目になっていったダリル君はこちらです。ちょっと待って同じ猫ですかぐらい違うんだけど何だろう、やっぱりほら子猫みたいになっちゃった前はこうやっぱりこうあれはあれでこうシュッとした綺麗な目してたけど、やっぱシャープな目だったけど、こんなにまん丸になっちゃうのシュールかなんかこう横にしかもなんか瓶にこう箱買いですよね、箱買いしてもらってそんな過去があったとは、そう、微塵も分かんないぐらいの、やっぱ目に出るね、出ますよね。毛はもちろんなんだけど、こんだけ目が変わるって、すごいわ。もうピッカピカですよ。ピッカピカでもう本当に安心して、はい、ゆっくりこう幸せに暮らしてるのがもうにじみ出てる。今では外時代を忘れ、すっかり家猫です。保護猫活動をしている方々には感謝の気持ちでいっぱいです。ダリル君でした。お次がですね、ディアーナちゃん、メス、8歳。すごい怒ってます。結構怒ってますね、はい。全く人間を信用してませんっていう感じの。はいディアーナちゃんは今年の8月に、去年の8月かな。我が家にお迎えしました、雑居ビルの隙間で人目を避けながら細々と暮らしていたそうです。室外機に巻き込まれ大変な怪我を負ったり、猫嫌いな人間からクレゾールを巻かれたり、あ、そう、餌の入ったお皿やお水入れを破られたりと頻繁に嫌がらせを受けながらも必死に生き抜いてきたクロー猫のリアーナちゃんです。それはこんなね、人なんか信用しないって感じになるよね、そんなことされてたら。目力が強く、私一人でもたくましく生きていけるわ、とザ・強いレディーでした、耳も尻尾もどっか行ったと思うくらい元気いっぱいのシャーシャー猫、めちゃんこですもんね耳がこんななっちゃってお外時代の過酷さもあり、歯は一本もないんですが、歯がなくてもとても迫力のあるシャーシャーでした。それがいつの間にかすっかり心を許してくれて、今では甘えん坊さんに、保護猫活動の皆様にも
一体どんな魔法を使ったの、うん、と聞かれるぐらい変身したディアーナちゃんがこちらです。ちょっと、いや、何かみたいな顔してるね。すごいなんかちょっとポーズ作っちゃって、かわいい。ちょっと、なんですかね、そんなこんなに変わるものですか。もうやっぱり目も違う、目も違う。どんな子でも愛情たっぷり注ぐといつかは心を許してくれるんですよね。いやすごいわ、うん、本当に、ね、粘り強く、ね、こうやって向き合ってこんなに大きな耳があったのに、本当だよ、ね、ちっちゃい子に耳めちゃめちゃ大きいよ、ね、さっきの写真全然見えてなかったですよね。かわいい、かわいい、なんかおっとりした表情になってね。ほんとほんと、はい、ではお次はハウルちゃん、うん、ハウルちゃんは俗に言うスコマンチ、スコティッシュフォールドとマンチカンのミックスです、うん、現在多くの国で交配が禁止されています。うん、そうだね、ハウルは生まれつき片足が欠損しています。あ、そうなんだ、あ、本当だね、後ろの、ね、右足になるんですかね、うんうん、悪徳ブリーダーから保護猫団体にレスキューされ、すべてを承知し覚悟を持って家族として迎えました、うん、今では楽しそうに 3.5 本足で片目の先住猫と追いかけっこをしています、うん、ハウルちゃんはこちら、うん、あー、いやー、かわいい。本当すごい、もう激変、すごい、かわいい、すごいね、かわいい、なんかちょっとさっきも写真をふてぶてしい感じでね、いたけど、なんでこの全然違う。あの時はちょっと目やにもね、そうだね、多分猫風っぽくなってたのかな、ね、目もちょっと開けづらそうな感じだったけど、キョトンとしちゃって、すごいかわいい顔、ひげ袋もかわいいね、これね、かわいい。ちょっと絵に描いたようなひげ袋なんだ、ほんと、ほんと、こう描けますよね。かわいいと言われる折れ耳も短い手足も、その背景にはハウルのような子たちがいること、そしてハンディキャップのある保護猫も幸せになれると知ってほしくって応募いたしました。本当、いや、本当素敵、ありがとうございます。はい、お次はラクちゃんです。なんか目痛々しい感じ、ね、そうですね、目が、うん、あれなんですかね、うん、開けづらい感じなんですかね、出張中に食事に行った時に出会いました、うんうん、あ、そう、初対面の時からゴロゴロ私に近づいてきて、食べ物をねだってくるような人懐っこい猫でした。そうなんだ。お店のご主人曰く、うん、最初はガリガリで現れたので、うん、慌ててご飯をあげて以来、うん、毎日来るようになったらしいです、うん、そうなんだ。外でご飯をあげることはできても、うん、家で飼うことはできないとのこと、うん、雪が降る真冬だったこともあって、うん、どうしても気になってしまい、うん、ご主人に了承を得て一緒に帰ってきました。あ、そう、うん、出張中に ね、ご主人も家の中で飼えないことを不憫に思っていたらしく、うん、近況報告を社メールしたところ、うん、とっても喜んでいただきました、うん、今まで辛い思いをしただろうから、うん、これからは楽に楽しく過ごしてほしいとの願いから、うん、楽と名付けました。その思いがこもって、うん、はい、じゃあラクちゃんのアフターの写真はこちらです。はい、あー、かわいい。なんなの、このまん丸のお目目と顔もまん丸だね。かわいいですよね。かわいい、やもう本当によかったね。なんなんですかね、このまんま外にいたら本当に過酷だし、そうやってね、お店の方と、そしてね、今の飼い主さんが出張行ってこうやってつながった命、ね、本当に良かったですよ。すごい、ね、いや本
やっぱり安心して暮らせる環境、うん、そして愛してくれる飼い主さんがいるってのは本当にこんなにも変わるもんなんだね。なんかもう愛されてるオーラがもう伝わってきますよね。本当に表情がもう全然違うし、うん、本当に可愛い。何かこう期待してる目でね、見てて可愛い。可愛い。いやーよかった。これも縁だよね。うん、本当にね。でも出張先からなかなかね、うん、保護して帰るってすごく大変なことだったと思うんですけど、うんうん、いや本当に、ね、優しい飼い主さん。出会えてね、本当に良かったです。で、こちらの飼い主さんからメッセージですかね、うんうん、活動大変かと思います、うん、私も微力ながらできることをできるだけとの思いでご協力できることはしていきたいと思っています。ありがとうございます。もう十分頑張っておられると思いますが、応援しています。活動頑張ってください。ありがとうございます。本当嬉しい言葉ね。本当にありがとうございます。もうとっても本当に励みになります。皆さんのね本当に応援にお応えできるようにこれからも頑張りたいと思いますし、皆さんと猫ちゃんたちのお幸せを心よりお祈りしてます。